이거 어때? 시시해. 안 돼요, 안 돼요. 깜빡. 민서가, 좀만 기다려. 거의 다 됐어. 아, 그럼 죽이지 마. 아, 그래. 어떻게 된 거냐? 글쎄, 나도 어떻게 된 건지. 뭐? 네가 모르면 누가 알아? 음악은 그만 접고 다른 장사나 해라. 다시 해올게. 관둬. 이젠 필요 없어. 실망이야. 기껏 기회를 줬더니 우리 회사 망하는 꼴 보고 싶나? 가자. 똑같아. 너무 많이 똑같아. 남의 눈에는 너무 많이 들었나 봐. 감각이 다 없어졌어. 이건 완전히 표절이야. 다시 자꾸 가면 되죠. 진짜. 언제부터 왜 이렇게 꼬여버린 거야? 대조부. 기토 음악이 이끄까라. 뭐지도 야리나오세바 인다까라. 콘도로 니치요. 장기노 탄조미 난다떼.
なところで誕生日パーティーなんて初めて。それも昼間っから。상규가밤에근무한다니까할수없지뭐。こんなところに一人でいて怖くないのかしら。그래서내가온김에며칠더있다가려고。僕は今美咲のことを愛してると思うんだ。美咲の気持ち聞いてもいい？言ってもいいのかな？ちょっと何するの？忘れろよ。もう強しにもらって最後のプレゼントなのよ。くまれ、じまくまれ。自分のせいで死んだと思わないで。しっかりしろよ。最後のプレゼントなのに、あんなふうに捨てるなんてひどいよ。별하고사람하고다른게또있어。별은항상그자리에서똑같은운동을해야하지만사람은언제든자기의지로사는곳과사는방법을바꿀수가있잖아。그래야하는거아닌가？미사키마음대로해。죽을때까지죽은놈부여앉고그렇게살아。꼭이렇게밤에가야돼요？우린진짜애인이잖아요。더구나미사키내일로일본에갈일이있대。근데성재씨는？성재형하고다퉜어요？아니요，재밌어。금방떠올게。조심해서가세요。미사키씨내일일본으로간다며？ 형우리과에러시아우주과학센터에서오신교수님이계시거든。내가그선생님컴퓨터를해킹했는데뭐가있었는줄알아？별의소리。시끄러。이런전자기파는전세계에가지고있는사람이몇명안된다고。좋아，내특별히형한테만들려준다。이거형이듣기좋게좀다듬었지만우주를실감하는데는부족함이없을거야。천둥과번개처럼빛과소리도함께생겨나는거야。우린빛을눈으로만보지만실은소리도함께들려오는거라고。우리귀만못들을뿐이지。빛은입자와파동으로되어있기때문에소리로도옮길수가있어。이건테라레즈대역의전자기파를가청대역으로옮긴거거든。
그래, 내 출국길로 가야겠어. 今日のような日に来てしまったことを許してほしい。でもやっと君のことが分かってきた気がする。亡くなった彼のことを無理に忘れる必要はないよ。結婚に失敗して気がついたんだ。夫婦には情熱よりも大切なものがあって、それは 信頼とか友情のようなものじゃないかと思う。僕は今君にそういうものを感じていて、できればそばにいたいと思う。君のことを守らせてほしい。ごめんなさい。